何食べるの？みんな可愛いね。それにしても大きいね。何キロあるのかな？みんな大きくて可愛いね。やっぱりドッグランって楽しいんだよね。パパと遊ぶのも楽しいけども、ドッグランでいろんなワンちゃんと遊ぶのも楽しいんだよね。クン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 。待って待って。みんな遊ぶなら僕も仲間に入れてよ。僕って私だよね。僕って私女の子だから私だよね。ごめんね。僕ちゃんごめんね。でもいいよね、女の子でも僕ちゃんって自分のこと呼んじゃっても。でも私の方がいいかな。うちって呼び方の方がいいかな。でも何でもいいや、呼び方なんて何でもいいや。とにかく楽しかったらいいんだよね。みんなで何して遊ぼうかな。クン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 。君いい香りするね。シャンプーしたてなのかな。ふさふさもふもふで、なんか我が家のボス君みたい。ボス君が白くなったのかな。私のハーネスを使ってるのかな。ああ、それにしても久しぶりに来たんだ。みんな久しぶりって言ってくれてありがとう。初めて出会ったワンちゃんもいるけど、やっぱりドッグランって常連さんが多いよね。いつ来てもいつものメンバー。ああ、それがなんか居心地いいな。新しい子も楽しいんだけどね。みんなお友達いっぱいできて、友達100人できるから。あ、ちっちゃい子もいる。かわいいね。君ムチムチしていて。かわいいね。何キロあるのかな。一緒に遊ぼうよね。私と一緒に遊ぼう。ああ、マイキングしちゃったの。ああ、見ちゃった。先生に言ったろ。あれ、さっきのシェパードと違うね、君。なんか大きいけど、本当にシェパードなの？かなり大きかったんだ。2頭、3頭、いっぱいいたけど、みんな白白白。前は黒黒黒だったのに、今日は白い子が多かったんだ。あたし、一人ぼっちかな、黒い子。でもね、ちっちゃい子も来てね、ちょっと黒っぽいから嬉しかったんだ。だって白白白の中に私一人黒かったらなんか恥ずかしいんだもんね。わーお、それにしても大きい。みんな元気いっぱい楽しそうだね。かっこいいよ。もののけ姫に出てきそう。狼みたいだね。わー、追いかけないで、怖いよ。それにしても大きいね。グレートピレニーズくんも大きいね。男の子って言ってたよね、確か。大きい大きい。みんな大きい子大好きなんだ。以前にもここにはグレートピレニーズの大きいな子がいたけど、また違う子。最近なんか大型犬、超大型犬が増えてきたような気がするんだ。おい、クイーン。するんだって。お前、それ俺の喋り方やろ。お前、ボスの喋り方映ってんぞ。本当はあの白い子、僕かもしれないよ、クィーンちゃん。白く塗ってもらったんだ。おい、ボス入ってくんな。お前のわけないやろ。お前走れへんやろ。お前いつも走らへんのに、あの子走ってたぞ。絶対ボスちゃうわ。それにしてもこの子かわいいね。なんて言ってたかな。土佐犬とピレニーズのミックスだったかな。なんだったかな。ちょっと忘れちゃったんだけど、かなり大きかったんだ。なんか映画に出てくるようなワンちゃんに似ててかっこよかったね。そしてパパと見る夕日がこれまた良かったんだ。みんなサッカーしてるね。サッカー好きなのかな。私もサッカー好きだよ。以前にもね、ナイトサッカー見に行ったことあるんだ。またよかったらそっちの動画も見てね。最後はおまけ。おまけで見て、朝早くからパパとテク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 、遠い遠い国の遠い遠いところまで行ってきたんだよね。あー、毎朝のお散歩って楽しいよね。夕方はもちろん、朝も楽しい。そして休みの日のドッグランも楽しかったんだ。ゴールデンに出会ったんだよね。ゴールデンも大きいよね。みんな大きい子。でもね、私はね、もっともっと大きいんだ。グレートデーンの女の子にしたらちょっと小ぶりだけど、でもそこら辺の大型犬には負けてないよ。だって私は優しい巨人グレートデーン様だからね。いつも渡辺ボスチューブを見てくださりありがとう。いいね、コメント、高評価、チャンネル登録もよろしくね。インスタグラム、TikTok、渡辺ボス、検索すると出てくるから、いっぱい見て、フォローもよろしくね。また、次回の動画でいろんな商品も買ってるから、レビューするから、そちらも楽しみにしていてください。いっぱいいろんなもの買ってるけど、パパ、時間なくて撮影間に合ってないんだよね。結局レビューしないで、使った商品も多かったけども、またいろいろ買うよ。あ、そうそう。私が潰してしまったボス君のスリッカーも買ったから、そちらも開封動画とか作らなきゃいけないって言ってたよね。ごめんね、ボス君、スリッカー潰しちゃって。せっかくパパがショーティックさんのスリッカー買ってくれたのに、もう早く新しいスリッカー買ってきて。誰やねん、これお前。クイーン、誰やねん、お前の友達か。
you